あ、じゃあ3番目に行きましょう。これ競合比の改善です。で、それはですね。まあ、いろんな理由で最適化や困難なやつに対してですね。解の良さを表すパラメータ x と同義して、これはまあ最適化問題のあれですね。で、このパラメータ x といろんなありあり。あのいろんな場合があります。解の大きさとか、例えばグラフのクリックを求めたいんだったらですね。大きい方がいいわけですね。あるいは解を実現するコスト、例えば詰め込み問題だったらですね。ある入力のあのアイテムを詰め込みで。 詰め込むのですね、あの全部詰め込むできる箱,箱の大きさが小さければ小さい方がいいわけです。あるいはですね、貝を持たらす利益オークションの売り上げとかですね、まあそういうのは多ければ多い方がいいというわけで、その貝の良さを表すパラメータ x があるんですね。そのパラメータ x を使ってですね、そのオプトだったらどのぐらいの値が実現できる。 今であの設計したアル,ゴアルゴリズムだったらこのぐらいの値が実現できる例えばです、ね、この箱を詰め込む箱の大きさだったらオフトは2 0ンチでできるとアルゴは3 0ンチだったといったら、えー、この競合比を1.5だというふうに言うわけですねつまり1.5倍悪いという意味ですはいでいろんな問題にアタックをこうやってみるとですね私もずいぶん気が多いなといろんな問題をあもう手当たり次第やったという感じですよね安定結構問題はこの後ちょっと説明します 3次元ストリップバッキング、これはあの今日来られているハンさんがされていんですねでこれは代表的なスケジューリング問題ですそれから確率的なツーサーバー問題これはカラス川原さとオンライン問題ですね、こんなふうにそれから頂点被覆これは代表的なグラフ問題ですそれから無限商品いくらでもコピーできる商品のオークションとかですねなこんなふうに改良していますでこんなふうにしてですねえ競合費を改善したというわけですで。 今日はちょっとそのまあ安定結婚問題は,これは私どもが一番あの一生懸命宮崎さんと一緒に取り組んだ,取り組んだ課題なので少し説明ささせてくださいでこれはその歴史なんですけれども安定結婚問題のスタートというのはですねいわゆるあの研修医をですね病院に貼り付けるためにどうやって貼り付けたらいいかというのを1952年ぐらいからアメリカでは自動的にやろうとそれまで学生と病院のネゴでやってたんですけれどもそれをもう自動化しようというプロジェクトを始めたみたいです。 でその過程で,です、ね、その有名なゲイル・チャペル・アロゴリズムというのが出てくるんですね。それは62年です。で、クヌースさんなんかも非常に興味を持ちまして彼はフランス語で本を書いてるんですね。これはモントリオールにいたときのなんかどうもモントリオールに非常勤講師でいたみたいですね。で、彼はフランス語で本を書いています。で、バイブルともいわれるこの本が出てですね2012年はついにあのこのテーマでですねあのこのロスト・シャプレという人がですねノーベル経済学賞を取ったと。これは簡単な歴史です。 このアルロスこれは日本人絶対発音できない名前ですね、えー、でこれはあの、えー、と私よく知っている男で今スタンフォードにいるんですけれどもこの前も会ってきました非常にいい男です、えー、で日本に来いよっ,つって言ったらなかなかそうもいかねえって有名人のやつは大変なんですね、えー、でマッチング問題は誰かここに5人の女と5人の男がいた時にこれはまあくっつけようとこれはマッチングです単純な、えー あの話ですね、でただもちろんどんなマッチングでもいいわけないですよねみんなできるだけいいパートナーが欲しいわけですでいいパートナーをどういうふうに表現するかというとですねこんなふうに例えばこの A さんはですね1こっちの A さんが1番で D さんが2番でというふうにこういう表を作ってです、ね、これが希望リストですできるだけ男も同じです A さんはこの A が1番でとだからこのこういう希望リストのもとでですねできるだけいいマッチングを設計しようと これはいいこれが問題です。だけどできるだけいいマッチングって何なのというわけですよね。これを定義しないといけません。でまあ普通に考えるのはですねこの枝に重みをつけるわけですね。例えばこれと A と A はこっちが A は1でこっちも1だから足して2だと。A と B だったら、えー、5と3足して8だと。いうふうに枝に重みをつけてですね、えー、とミニマムウェイトマッチングを見つければいいんじゃないかと。 もう普通の人が考えることですね。ウックスの。ええ、しかしゲルシャプレイさん考えたらそうじゃないんでね。非常にこれはですねあの素晴らしい考え。だから高間ノベシャトレンですね。素晴らしい考えだと思います。彼らはですねマッチングの安定性というところに着目したね。ね、ええ。それは何かっていうとですね。まあ例えばこんなマッチングだったりします。あこれリストです。希望リストです。いいですね希望リストです。こんなマッチングを考えましょう。マッチしている人もままるで囲いました。 そうするとですねこれ調子悪いんですこのマッチングなぜ調子悪いかというとですねこの2と A を見てくださいこのペアを見てこれ今まあのマッチしてませんマッチしてないんですけれどもですねよく見るとこの 2, 2さんはですね今のパートナーよりも A さんのは好きだね。で A さんは今のパートナーよりも2さんの好きだつまりこのペアはですね今のパートナーよりも互いにこのパートナーくっつけばですね今よりも良くない二人とも これやばいですね、これやばいでこれをです、ね、彼らはブロッキングペアというふうにしたんですね。で、これはですね、このマッチングの安定性をブロックするブロッキングペアというわけです。ですから、こういうマッチングは安定でないとだめだっつったんですね。で、実際にですね、さっき言った最適な重い最初のマッチングが不安定になる例って一回でもあるんですね。それを発見しました。で、これは安定、さっきの同じ例題なんですか安定のマッチングで、例えば、 3と B を比べてみるとこっちは B のはいいんだけどこっちはダメですからねこういう意味でこれは安定ですで彼らがのすごいのはですねイエールシャプレーアルゴリズム安定マッチングを見つけるアルゴリズムも発見したんだねでもこれは別に彼らが発見したわけでは何でもないです、えー、彼らが発見したのはですね我々人間が普段やっていることがこのアルゴリズムなんだよということを発見したんだよね、えー、説明します、えー、これがさっきと例題ですね で、こまこ,こっち、代わりに、こっちは男で、こっちは女としましょう。男が女にですね、声かけるわけですね。えー、例えば、一番がですね、一番好きな a さんにですね。ええー、割と付き合いやって。ね。そうするとですね。えー、待って、待ってください。a さんはですね、まあ、まあ、いいですよね。いいわよ。いいわよ。いうことね。同じことを他でもやってるわけです。ね、三番が。どうや、わ割と付き合いや。と。 B 子さんはですねちょっと唸るんですがまあ何もねないよりはええやろということで分かったわ来週ぐらいねっていうのは言うわけだね、ええ、でこういうことはどんどん起こるわけですねどんどん起こるわけですこれ人間社会でやってることですまさにねあ,あここで問題起きました、ええ、来週ぐらいねってったらですねよりいい人からまたプロポーズが来たんだねこれどうしますあ絶対これ振りますよねええ 絶対振りますよねだからこの人も振られてしまうわけです、えー、こんなふうにして進んでいくんだねこれまさに我々人間が人間社会でやってることじゃないですかそうでしょね。これをどんどんやってってですねあ、どんどんやっていくんですもう時間がないからどんどん飛ばしますね。どんどん飛ばしてってそうするとやがてですね男のパートナーが全部これで決まりましたでこんなふうにしてですね男のパートナーが全部決まったとこれは安定マッチングになってんすね いや人間って大したもんですよね。我々普段やってるのはですねちゃんとあっても安定マッチングになるようになってるわけです。でそのゲル・ジャプレさんはですねその我々に普段人間やってることが安定マッチングになるんだよということを言ったわけですね。でかつそれが、えー、線形時間で見つかりますよ、まあ実は平均的には露ンなんですね。まね、あ、線形時間で見つかりますよということを言ったわけです。はい素晴らしい結果だと思います。でまあ、これが出た後ですね まあこれはまあ完全リストなんですね完全リストなんですけれども単位、まあ、あを入れたのもいいじゃないかと、まあ、それ誰でも考えることですね。この CBD は同じだよと同じ運だよと単位を入れてもいいよとだからこれは簡単に同じようなアルゴリズムですぐ見つかります。全然難しくないとで別のバージョンとして考えたのがですね不完全リスト。あそうですよね5人と5人ならいいですけどね、まあ、全部書くのはできますけれどもですね。まあ あの研修医なんて何千人といるわけです病院も何百ってあるわけですから全部書くなんてできませんだから一部しか書かないとで一部しか書かないで安定マッチングを見つけるというわけなんですけどもこれもですね超有名な定理がありまして、えー、そのマッチングのサイズは変わらないつまり最適性の問題が生じないんですねでしかも多公式時間ができてしまうということでこれも大丈夫だということになれば次に考えるのは当然ですね両方とも許したらどうなるの というのはこれ普通誰でも考えることで、ね、彼らもこの業界の人も考えたんですね彼らは解けませんでした、えー、彼らはですねあんまりその最適化問題なんてことは知りませんからねこの業界の人は全然,全然もう歯が立たへんわけですわ、えー、で、えー、あしかもですねこれはあ言うの忘れましたこれはですねマッチング異なったサイズの安定マッチングが存在するんですねだから、えー、要するに最適化問題になってしまうんですで彼らはですね 今まで全部工程の問題は多項式時間解けたんだからで解けると予想してです、ね、これでアタックしたんですねできるわけないですよだって我々がです、ね、NP 換算とか証明したねこれが99年でしたそうするとすぐに禁止アルゴリズムということになりますよねで今度禁止の2はです、ね、ほとんど自前ですでだからこう2が切れるかっていうことでさらに時間がかかりました結構長い間オープン、ね、ですねでこれも我々がやりました え最初に2を切れるよっ言ったんですねこれ実は2は切れないという予想があったんですねというのはあのミニマム・マキシマルマッチングの線形に関係があるので多分切れないだろうという予測があってマグナスなんかはです、ね、これは2は切れないってから真剣に言ってたんですねマれはどうでもいいんですけどで我々がえ2は切れるよってことを言いました。だからですね、すぐあとで,ですねすぐいいアログリズムが出てしまったんですねこれはもうお手上げです。 えー、残念ながらでしかもです、ね、このアルゴリズムは非常にビューティフルなアルゴリズムで,ですね簡単にあ世の中頭のいいやつがいるんだなあというのを実感させられました、えーまあ、そういう経緯です。これはあの昔の,、えー、あのスライドをちょっと2枚ほど引き抜いてきたんですけど、まあ、どうでもいいわ全く覚えてません。<laughs>